待って待って誰みんな誰ドンミシーはるかことねもほ私たちはセゴでーす。はい、皆さん今何色が見えてますか？青、ピンク、緑ですね。そうですね、そうです。この3色それぞれカラーの役割を2年半続けてきましたが、お長いですね。ちなみに好きな色が一番？好きな色がないんだよね。あ、ないんだ。うーん、青は好き？仕方なくない？業務的な。一番合ってるよって言われる。なんか赤のイメージとかもあった前。確かに前はね。はるか、まほはピンク好きです。一番もうチェゴとまほとか関係なく一番好きな色は何って言われる？いや、ピンク好き。黄色は変わったの？黄色ね、毎日黄色だったよね。うん、もう好きじゃない。好きじゃないまで言ったの？別に嫌いとかじゃないけどピンクが一番好きになりました。そうなんだ。琴音さんはですね、琴音さんは、はい、ぶっちゃけ一番好きな色紫ですよね。ごめん、伝わってる。一番言ってるもんね。うん、まあ、全然緑も好きですよ。うん、緑も好きですし全然苦じゃないんですけど、うん、そろそろねちょっと解放してもいいんじゃない？やったなんかもう本当にもうそろそろマジで自分たちの好きな色をやりたい。やっぱ人生生きてる時にこんな髪色変えられるのはもう25歳までかなみたいな思っててやりたいねっていう話をしてたら、なんと6月は一切イベントがないので、1ヶ月限定で髪色を自分の好きな色にしようって決まりました。ありがとうございます。本当に神様はどこかで見てたのかな。ありがとうございます。本当に、まあ、何色にするかっていうのは、はい、この動画を最後まで見た人しか分かりません。ということで、青、ピンク、緑の私たち、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。サンキューな。ありがとうな、今まで。おはようございます、琴音です。イエーイ。というわけでイメチェン企画ということで、じゃじゃじゃーん、こちらがシークルーです。では早速イメチェンしていきたいと思います。レッツゴー。おはようございます、よろしくお願いします。今前頭にブリーチをのせ終わりました。前黒にしてた部分、実は暗い色塗ってたんですよ。でそれが残ってるからすごい抜けづらいみたいで、ちょっとだけ大きいですよ。はい、お願いします。すっごい、めっちゃ丸い。うちってこんな丸くなるんだ。おはようございます。本日病室に来ております。で今日やってくださるのはサリーさんです。お願いします。はい、ということで私はピンクから卒業していきたいと思います。お願いします。お願いします。見てください、すごく色が抜けてきました。初ですか？初めてです。うん、ちょっと短い単調なんですよ。ブリーチしました。イエーイ。なんか金髪も悪くなくない？みんなね、やっぱまだ抜けきれなかったですね。じゃじゃーん、まだ見せませんよ。はい。おお、抜けてる、めっちゃ。やば。絶対いい感じになるよ、かしこないんだけど。すげえ。お願いします。すごい。やってる。本当ですか？嬉しい。すごい。すごい。なんこういう感じですよね。はい、ありがとうございます。そう、かわいい。え、どうですか？あ、めっちゃいいです。なんか似合ってるかな？めっちゃ不安。
るじゃない。え、嬉しい、ありがとうございます。はい、ということでみんな髪色変わりました。てか髪色変えて初めてだね。そうだね、はじめまして。はじめまして。お出会いです。すごくお出会いですね。ロングにされたんですね。はい、めっちゃ可愛いですね、本当に。金髪ロング、はい、めちゃめちゃ可愛い。私名前キャサリンって言うんです。キャサリン、ハロー。キャサって呼んで。私イワティア。イワティア。私は中国系ロックバンドです。一人ずつ紹介してみます。はい、ということで1ヶ月間この髪色で楽しみたいと思います。イエーイ。ということでこの髪色がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上ジェゴでした。